こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今日はですね、鼻パッドのないメガネフレームのご紹介をさせていただきます。今日ですね、鼻パッドのないメガネ、ネオジンというようなブランドで出てるんですよね。今日ご紹介するのはね、これちょっと新仕様でございます。ちょっとお分かりになりますか。これナイロールで、こうテンプの部分はね、こういうエンジ系の色、フロントはこういう黒でございます。鼻パッドこうないのお分かりになりますよね。こうよく見るとね、全くこうないですよね。その代わりにこの、テンプルのこのちょっと真ん中部分にこういう、これスプリングになってるんですけど、これで調整しながら、この頬骨の高さとかね、こう調整しながらこうかけ合わすようになってるんですけど、ちょっと横から見た方がな、この方が分かりますよね。こういうタイプでございますね。鼻にね、跡つかないんですよね。私もね、ちょっと愛用してるんですけど、今日ちょっとかけてこないんですけどね、たまにね、このモデルかけるんですよ。どうしてもこう鼻が痛くなることなんですよね。ずっとかけてると。で、このモデルと、あと、この新種同じ、デザインでございますけど、こっちはちょっと黒、フロント黒で、このように、ね、テンプルも全部黒でございます。それともう一方がですね、これ婦人用でございますね。ちょっとこう薄いこう、メタリックなんですけど、このフルリムで紫系のちょっとこうね、こういうちょっと特殊な色合いしてございますけど、すごくちょっとおしゃれな感じでございます。こういう感じですね。これを正面からご覧いただくと、特に女性の方の場合は、鼻がこう跡ついて赤くなると、ちょっとこうなんかお化粧の時もあれですね、ちょっとこうなんか、まずいみたいな感じなんですよね。ですから、こうなんかシミになるっていうかね、そういうことがよく聞かれますんで、この手はそういうことがございませんので、こうね、こういう感じでございますね。それともう一つがね、ちょっとこれこのメーカーとちょっと違うんですけど、これ従来からある鼻メガネっていうタイプなんですよね。これもパッドないんですよ。鼻パッドがなくて、ちょっと鼻のこう真ん中のところにこうポンとこう乗っかるような感じ。よく近用眼鏡ね、老眼鏡に使われる、そういうタイプなんですけど、こういうタイプも従来から出てるんですけど、最近はちょっと少なくなりましたよね、こういうタイプも。こういうタイプも一応在庫してございますので、ね、どうかよろしくお願いいたします。